タブリダ県は、ロシア帝国の県の一つ。現在の南ウクライナとクリミアの地域に相当する。県庁所在地はシンフェロポリ。県期、タブリダという名称は、ギリシア語で、クリミア半島を指す古名、タウリカに由来し、日本語では、タブリーダ、タウリダとも表記される。タブリダという画名は、ターブリカ、ターブリアとも呼ばれる。タブリダ県の面積は、 約4万キロ平方メートルであり、このうち約2万4千キロ平方メートルがクリミア半島以外の領域からなる。1906年の統計では総人口160万人と推計されている。県内の人口の大半はウクライナ人、ロシア人、クリミアタタール人であるが、少数民族としてドイツ人、ユダヤ人、ブルガリア人、ギリシア人などが含まれる。また、 クリミア半島部では、クリミアタタール人、ロシア人とウクライナ人が多数派を構成しており、少数民族としてドイツ人、ギリシア人、カライム人がいた。県内の主要都市は、クリミア半島のシンフェロポリ、セバストポリ、フェオドシア、バフチサライ、ヤルタ、半島外のアレシキ、ベルジャンスク、メリトオポリなどがある。タブリダ県の領域は、 1783年にエカチェリーナ2世によりロシアに併合されたクリミア半国の領域を引き継いでいる。1802年に県行政が施行され8軍からなるタブリダ県が設置された。ロシア10月革命により1918年にタブリダ県は廃止されタブリダソビエト社会主義共和国が設置された。1921年にはクリミア半島部は ロシアソビエト連邦社会主義共和国配下のクリミア自治ソビエト社会主義共和国に半島外の領域はウクライナソビエト社会主義共和国に分割された。現在ではクリミア半島部はウクライナのクリミア自治共和国、半島外部はウクライナのヘルソン州、ザポリージャ州となっている。ただし半島は2014年クリミア危機以降、ロシアがクリミア共和国として 実行支配している。ありがとうございます。